セドリック・バカンブは、フランス共和国イルド・フランス地域圏、ビトーシュルセーヌ出身のサッカー選手。北京ナコアカ国安属級クラブ所属。今後民主共和国代表。ポジションはフォワード。2006年に FC 訴訟の下部組織に入団する。2010年4月7日、AC アルルアビニオン戦でプロデビューを果たした。2014年9月1日。 スユペルリグのブルサスポールに移籍した。2014から15シーズンは公式戦35試合に出場し21得点を挙げた。2015年8月19日、リーガエスパニョーラのビジャレアル CF に移籍した。2018年1月17日、中国長級、北京国安に移籍するためにビジャレアルとの契約を解除した。その後、1ヶ月近く移籍について、 公式発表はなかったが、2018年3月1日に、北京国安が馬ン部の加入を発表した。馬ン部の契約解除金は3530万ポンドで、あるが、CFA の規定により、北京国安は遺跡金の同額を中国サッカー発展ファンドに支払う必要があり、総額約6500万ポンドを北京国安は支払うこととなった。この移籍金は、 2016年12月に、上海上皇がチェルシーからオスカルを獲得する際の、遺跡金5400万ポンドを上回り、中国史上最高額となり、同時に2018年1月に、アーセナルがドルトムントからオーバメイアンを獲得する際の、遺跡金5600万ポンドを上回り、アフリカ人史上最高額となった。フランス代表のアンダー世代として2010年時刻開催の、 UEFAU-19 欧州選手権では優勝した。また 2011FIFAU-20 フフ20ワールドカップメンバーにも選ばれた。2015年3月 A 代表においては今後民主共和国代表でプレーすることを表明した。2016年3月26日にはアフリカネーションズカップ2017予選で代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。